底と底の間を少し開けておかないと正しい形になりません。次に風呂敷の端を瓶にかけ、くるくると巻いていきます。巻き終わりの端は瓶の上へ。次に巻き終わりを挟むように瓶を立てる。この時瓶の底に間が空いていないとうまく立てることができません。そして最後に上で真結びをすれば、結構シンプル、瓶2本包みが完成となります。なるほど、これよ